な、飲まれへんやろ。ほら、詰まりかけた。喉ほっそほっそ。喉ほっそ。何言ってんねん。ほんまに。使わねえこと言うな。ガーッ。今先の動画を見たくて押した人は何やねんこれって思ってるやろ。あ、いい、マレフィセントじゃん。ガーッ。仲間やろ。戦いやん、領土争いしてんねん。領土争いしてんの。そう、縄張り争いで、どっちが勝つか。どっちが勝つか。じゃあ、手羽先がうまく作れた方がその領土得ることな。え、ちゃうよ。なんでちゃうねん。手羽先を骨まで食らいつけた方が勝ち。めっちゃデビルやん。デビル。生のまま。生のまま、俺が食らいつくしたら。はい、じゃあね、うん、今日は手羽先餃子をさっきも言ったけど作っていくので、はい、作っていきましょうか。はい、今日は行儀悪いからデビルが作る手羽先という餃子作っていきましょう。だるだる、マジでちょ、マジでもう手羽先そのまま焼いて食いたい、めんどくさい。やばんねえやん、あんなの詰めたりするのめんどくさい。キャベツとか丸かじりじゃボケがもうミンチとか全部口にくずにあるんぶやーってやったらもう全部餃子だれやん。餃子頼まさわー、踏んだれもう見えねえとかで踏むなよ。なんか久しぶりやな、でもこうやって一緒に作るの。え、そう、手羽先餃子ね、 YouTube とか、うん、何もやってない時に一回作ったことあって、夜中にな。そうそう、もうそれがほんま楽しかったけど、作り方忘れたから、うん、これが美味しくなるっていう保証はどこにもないです。こっちもこっちも草草って何なんか生臭い。自分やろ。あ、自分や言ってたやん、洗濯機の中から取ってきたってリコやん。リコやん。一人一個、まず手羽先持ってます。俺も昨日の夜一回見てんな、作り方みたいな。え、こうやんな、こうして。なんかこれおんねん、まだ。え、内側じゃなく、こっちが上じゃなかった。これ、ここ開けたらね。開けへんよ。ここがなんか、ボコってなったらいいみたいな。あー、びっくりした。そっから抜くのかも。すげえ。すげえ、すぐ。お前、すぐこうして。ごめんなさいのキスあ、とりあえずここ切るらしいでもこれほんまにあのすぐ出てくるから YouTube で調べたら、リコたちのよりも分かりやすいと思うけど一応説明しよう。こっちが太い骨でこっちが細い骨やねんけど、この両方のくっついてる部分を切ります。おおこんな感じで抜けます。めっちゃ気持ちいい。太い方から取ったらいいって言ってた。待って、これさ、何も考えんとやってたけど、この手羽先全部やる。え、しろせんめちゃくちゃ食えんね、俺。前さ、ちょっと少なかったじゃない、手羽先。少なかった、それは。そう、もっと食べれたな、言うてたやん。なんかもう、マジで4年前くらいじゃん、あれ。めっちゃ前よね。もうカップルで作るのおすすめなのかもしれない。確かに、一人で作るってなったらこれだいぶ大変やな。大変、結構パワーもいるし時間かかるからさ、うん、カップルでやったらなんかこういろんな話もできるし、話しながらできるな、うん、いいやん、みんなハロウィンパーティーで手羽先餃子パーティーしたらいい。あ、いいやん、いいやん。友達とかグループでやるのも絶対面白い。え、おもろい。こんな風に骨抜いたらダランダランになります。ぷよんって。うわぁ、くったりたいぜ、このまま。あ、いってな。いっちゃん超弱いの。そんななんか月日が経ってたと思ったらさ、うん、不思議な感じやけどさ、俺は仲いいよな。いけたー。いけましたとりあえず一旦これ脱ぐ。なんとかこれええな、汚れへんから。いや、めっちゃいい、これやっぱ買ってよかったやろ、うん、これも絶対みんな用意してやってください。おすすめです。すごい、え、めっちゃ食べれるやん。めっちゃ食える、嬉しいちょっと一回冷やす、ラップして。うん、一回冷やそう。で、あん作ろうか。はい、すぐやろうぜ、これ。すぐやろう。え、どういうこと。え、どういうことです。一つしかないやろ、すぐ作るってことで。え、なんでどういうことって、分からずです。すごい、すごい。なんで、それ。では次、お野菜を切っていきたいと思います。はい、はい、お願いします。ニラ切ったらオレンジ色のボウルに入れてください。あ、ニラとキャベツと長ネギを
入れることになりました。うまそう、もううまいもう具材は何でも入れたやつ入れてください。分量とか書いてたらさ、うん、なんかそれを守らなって思いすぎてさ時間かかったりするやん、うん、だから今回はあえて分量とかは言わずになんとなくって感じ。そうね、それが醍醐味やからね。そうそう、俺野菜菌の好き。あ、そうなん。うん、めっちゃだるいって思ってるんやと思ってた。楽しい。俺みちん切り好き。次は、リコ次。いいよいいよ、やったるって。いいん。うん、やりたい。あんまり。あ、じゃあやったる。ネギだけする。これのみじん切りむずっ。これこれこれ無理。リコもさ、適当に切っとくからさ。リコの包丁の金のみんな嫌いやろ。めっちゃ嫌い、見たくないマジ余計なお世話こんな感じ。こんな感じ。お気持ち。なんかやってるやろ入れる。あ、これは多分入れへんね。え、知らんねんけど、あんまり。なんかさ、TikTok でな、うん、切り抜きをさ、めっちゃ作ってくれたりするやんか、うんうん、そう、それのなんか1個でリコちゃん目線みたいなんでな、リコから見たタツヤみたいなのを作ってるやつをさ、なんか寝れない夜中に見てんやんか、うんうん、もうなんかタツヤへの愛溢れすぎてさ、あの、撫でとった食べてた俺も。ライブ配信やったっけ言ってんな、それで、うん、あの TikTok の切り抜きしてほしいですみたいな、うん、じゃあもうみんなそっからめっちゃしてくれて。そう、めっちゃ見てんねんけどさ、しかも TikTok 作られへんやん。うんうんうん、作られへん。そう、それのなんかほんまになんていうの、 TikTok でよく流れてくるような動画を音楽に合わせてみたいな、そうとかもあんねんやん。え、すごっ。もうありがとう。え、マジありがとう、みんなじゃんじゃんやってください。後で見せてあげる。うん、見るわ、楽しみ。あれ、もう豚持ってくる。ミンチ、ミンチ、うん、ミンチと調味料きた。ちょっと手袋つけようかも。お前、大事やからな、今。私、今爪をね、育成してるんですよ最近の趣味やな。もう爪がずっとあんま可愛くない爪しててコンプレックスやったんですけど、最近ちょっと爪の育成サロンに頼ってだんだん爪が育ってきているから綺麗でしょ。調味料紹介します。じゃあ調味料、まずニンニク、生姜、ごま油、塩コショウ、醤油、砂糖です。それを適当に入れるって感じ、もうお好み。おー、手で混ぜてもいいねんけど、うん、手で混ぜたらあったかくなっちゃうから、お肉が。本当はヘラとか、うんうんうん、で混ぜたらいいけど、リクは手で混ぜるのが好きなので手で混ぜます粘りが出るまで、ここが冷たいままでやりたいから勝負。入れようか。何を、どうしよう、どれくらい入れる。なんか思ってきて、砂糖を小さじ1くらい入れよう、その1杯分くらい。いはい、醤油。この手羽先もちょっと下味つけときます。つけましょう。持ってきた、これは。ほんまに、おぉ、マジできた。出てや、まった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 怖いわ、料理長。はい、はい、オッケーオッケーオッケー。次何入れよう。塩コショウ入れます、はい、入れんでもいいかもやけど、この塩コショウ美味しいから。ごま油いきます。一番上だ、ごま油は。あー、これくらいいこう。最高ニンニク、生姜いこう。いきましょう。うわっ、ニンニクいっぱい。もっとか、それくらい。いた、いた、いた。出てきてるからギュッて絞ってからここに入れてほしい。で、いい感じかどうかは匂いで決めます。何が足りへん。匂いやけどな。ちょっと醤油、醤油入れよっか。ごま油入れよごま油大好き、カップル。はい、これでいい感じないぞ。いい感じになってきました。いい感じ、ネバーって感じのいい感じの餡ができております。うわー、楽しみあ、やばいって。変わるか。えい、行こうか、やるよし、これでいいんちゃう。いい感じ。オッケーオッケー、お疲れさん。じゃあ、本日のメインイベント。メインイベントです結構あるな。え、やばいで、これ。え、おいしそう。え、もう詰めれるだけ詰めていい。うん、いいよ。うわ、なんかやった、これは。一緒に覚えてるわ。気づる。なんか出来上がったのほんま夜中とかやったの。時間かかりすぎて、その時思った。早い、今日。え、早いよな、うん、これ開けんの大事やわ、マジで。奥の剣とか切っといた方がいいかもしれないえ、なんか話題ちょうだい。え、話題いる。いらん。俺今鳥と会話してるからさ。リコはリコとはそれ以外の時間ずっと会話してるやん。
マジでさ、喋るタイミングリコラ全然ちゃうからさ、ほんまうるさいなってお互い思ってるよな、多分。思ってる。なんで今喋るんだよ。あのリコめっちゃ好きなのがさ、うん、よくさ、意味もなく達也のこと呼ぶやん、リコ。タッツって。あ、呼ぶ。タッツって言ったら、うんって言って、リコが、こんにちはって言ったら、こんにちはって言って、達也。マジであれなんなん、ほんまに。あれ好きやねん。いい感じ。いい感じや。こんな感じです。すっごい。やばい、もうさ、何人家族なんてくらい。花金。ガプレイ。始まりました。はい。なんかやこかな、うまいこと入れたら結構やけそう。入るありがとう、美味しくいただくからな。いただきます、ウェイ。ええ音。エプロンはええの。あ、まあ、いっか。今日はもうグータラ料理。グータラ料理。お、見て見て見て。かわいい。横顔かわいい。おお、今の動き怖すぎた。焦げないみたいな。なんで出すぎやろ、これ。これ出てきてない、なんか焼いて。誰わかった。だってそれはさ、鶏肉縮まるよ、焼いたら。ほんまや。そうなるわ。暑いから服が閉めて暑いからフォームにおるって大丈夫。はい、オッケー、4分経ちました。早すぎやろ。あくまや。じゃあこれちょっとラップしとこう。ラップしよう。すぎる。え、ほんま見たらびっくりすんで。だる。あ、これめちゃくちゃいい感じや。いい感じ、ほんまに。これ完璧や。行くか。行きましょう。あっ、おお。いい感じ、見てなっちゃう。うまそう。完璧やん。お店やん。はなきー。カット。もうお腹すいた。めっちゃお腹すいた。いただきます。いただきます。え、最初は何もつけず食べる。え、何もつけず食べてみる。うわぁ、やばぁ。え、ちょっと見て、みんな。あ、怖い。いただきます。いただきます。お前それめっちゃおいしい。焼き加減も完璧や。完璧。タンパヘンポープル。うますぎ。味もさ、何もいらんくらい美味しいな。何もいらん。マジでみんな作るべき。ほんまにやば。うん。え、でも意外とさ、大変って言ったけどさ、適当にやっても美味しくなるからさ、すぐできる気する。これ中深まるわ。美味しすぎて中深まる。で、作る過程も楽しい。楽しい。思い出になる。
結構4つだからさ、うん、よし、1回食べると大きいの食べたら、うん、うん、ありがとう。マヨネーズちょっとつけてみるよ。でも、そろそろつけよう。うまっ。うん、デブやからマヨネーズいっぱいつけて。初めて人生巻き戻したいって思った。え、初めてやん。これ絶対胃袋掴まれるわ。うん、うん、男の子が絶対好きなんちゃう。絶対好き男これ。もうエンジェルだってもう俺も。忘れてた。やろ。めっちゃまあオラオラしてた。それ前。オラオラしてた。お腹空いてたし。あ、そうだ。まあ何でもいい。何でもいい。平和。平和やな。何でも許す。マジで喧嘩とかしててもこれで仲直りできるな。うん、喧嘩したらもう彼氏とかが怒り始めたら、はいって言ってた。喧嘩するときに、喧嘩する相手にこれ作ったろって思われる。はい。仲いいときに作って、一緒に食べるのがいいね。確かに。終わります。終わりましょう。楽しかったね。楽しかった。またなんかすぐ作りましょう。うん、久しぶりにこういうなんか、うん、あのゆるい動画、家での撮れて、それも楽しかった。楽しかった。引っ越しもしてさ、うん、じゃあこうやって家の激ゆる動画もどんどん撮っていきましょう。撮っていこう。はい、じゃあ皆さんありがとう、見てくれて、はい、見てくれてありがとうございました。また焼いてきます。はい、ハッピーハロウィーン。ハッピーハロー。